昔の南部さんならギアをつけずに戦わせるようなハッタリはやらなかったし軽蔑してたよ。本人を前にして失礼だがね。俺もそう思う。でもおっさんのあのハッタリ俺は嫌いじゃねえよ。ずいぶん信用してるんだな。おっさんは俺を信じてくれた。だから俺もおっさんを信じる。シンプルな話じゃねえか。それを平気で裏切るのがあの人のやり口だ。君もそんな目に遭わなければいいが。その足はおっさんのせいだって言いてえのかよ。おっさんにはおっさんの生き方があるし、俺には俺の生き方がある。誰かのせいにしても結局決めるのはてめえだ。君とは相入れないようだな。俺を壊してんだろ。やってみろよ。そう簡単にはいかねえけどな。